住みたい人に対して、まあ、どういう住まい方をしてもらうかっていうのをプランを立てて、面白がって、建築に携わっていろんな人と関わっていきたいなと思ってます。神林春菜です。夢は、みんなを感動させる映画を撮ることです。つなぎきて頑張ります。なんでつなぎきてんの整理収納アドバイザーの長谷川智子です。夢は、みんなを笑顔にする。お片付けの仕事をずっと死ぬまで続けていきたいと思います。頑張ります。